皆さんこんにちは。はい、こんにちは。本田兄弟の本田照彦です。弟の安弘です。前回の放送ご視聴いただいた方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、我々銀イ、はい、チャンネルということで始めましたけれども、はい。え、ね、まだ銀をやってないですね。まあそうですね。ねうん、なかなかね、こう自分たちの銀をアップするっていうのは、ちょっと抵抗がありますね。 とてもありますよねなんかやっぱりね銀鋭っていうとよくわからないじゃないですか、はい、何かで聞いていただくのがね一番いいと思うんですけれどもあそうですね今の,あの銀鋭のその主流の流儀として伴奏を使うじゃないですか、はい、ただねアカペラではなくて伴奏を使ってね、はい、あの琴とか尺八とかそういった楽器が入った伴奏に乗せて銀をあのやるっていうねうん、うん、やり方が大体こうね今。 メインというか、はいね、支配的になってきていると思うんですけれども、はい、我々ね、うん、演奏できないですからねそうですよねで我々サックスは吹けるけど手習い程度に、ね、吹けるけれども、はい、尺八とかねうとか演奏できないですからねこれ結構痛手だなと私今思うんですよまあ自分たちで弾けたら一番いいですよね,ねいいですよね、うん、でそれで他のそれこそねあの みたいなのを使うと、著作権のね、問題が発生したりするので、なかなかこう踏み切れないところがありますね。はい。なんか私、それこそ、高校生の時に、あの、高分連っていうのがあったじゃないですか。高校文化祭なんだっけあれ。ええ、高等学校総合文化祭みたいなね、まあそうな。高分連っていうね、あの、イベントが、イベントかという高分連の、 その全国大会みたいなのがあって、うん、それはその何ですか文化部のインターハイと言われているらしいんですけどそ,す、ね、<laughs> それに我々出場した2人ともね、はい、出場しましたよね、はい、でそこであの剣務をね教えている先輩がいてですね、はい、その方から「いや本田氏って私本田氏って言われて「本田の動画上がっとる場合」と言われたんですよ <laughs> で「え,えなんだなんだ?」と思ったら私が、はい、あの 中学1年生かな、うん、?2 年生かなぐらいの時に、はい、なん少年の部で全国大会に行って2位になったってことがあるんですよ。ああ、あの時の。そうそう。その時の映像が、ニコニコ動画かな、はい、<ー>確かにニコニコ動画に上がっているらしくて、私一回だけ見たことあるんですけど、えー、まあ,あの、ちっちゃいですよ <laughs>、うん。ちっちゃい少年がね、あの時9本でしたからね。 高いす,、ね、すごく高い声で歌って、うん、あの銀じていて、はい、なんかコメントもね、いろいろあって、うんうん、なんかちょっとね、二重箱とか書かれてたんですよ。なめてますね。いや、なめてますね。二重箱はまあ仕方ないですよね。まあちっちゃいからね。はいうん、まあ今は二重箱じゃ、多たぶんないですよ。ですね。うん <laughs> まあそういうものはありますんでね、はいもう。もし我々の議員を聞きたいなという方が、もしいらっしゃれば、はい、そういういろんな動画サイトとか探していただけると、もしかしたら落ちてるかもしれないですね。私たちあんまりね、そう,ねもうそういうの探せないので、わ、はい、かんないですけど。うん、はい。で、まあそういう感じで、それこそね、公文連で思い出したんですが、はい、我々、基本的にソロ活動というか、うん ね、多いじゃないですか。そうでね。我々のユニットの活動とか、それぞの活動ばっかりなので、何ですか、若い皆さんと一緒に楽しみながら、何一緒にやっていこう銀を、銀券指導をみたいなことはしないですよね。そうね。で、それに初めて出会うのが、私たちは高分連だったわけですよ。高分連の全国大会のために、福岡県チーム、加保高校というね、あ 飯塚だよね。飯塚にある学校、高校が銀栄部を持ってて、で、そこにその、各々の福岡県で、個人的に銀剣士武道の主従をお稽古している学生が集まって、生徒が集まって、福岡県チームを結成して、みんなでエッ団結して、全国大会に GO! みたいな感じだったんですよね。そうですね。その時に初めて私は、私以外の銀栄家とか、 原子部画とかと出会って、うんはい、で一緒にね舞台をやっていくみたいなの経験してですねあれ結構面白かったです私にとってまあ僕も面白かったですねねなんか新鮮だったですよね、うん、そうそうそう、うん、言うてほらこうライバルじゃないですか皆さんそうですね私ライバルと思って見たこと実際ないけどその 何攻撃的な意味でよ。ああ攻撃的な意味で、あ、バチバチみたいな感じで彼らとその相対していたことは私の方からなかったけれども、かそういうね、ちょっとこう、うん、競技、ね、競う銀って言いますかね、銀の場合は、コンクルはね。そう,ねそういうのをちょっと一旦外れて、うんうん、一その、こう、愛好者というか、 共に道を歩む者同士が出会うみたいなね、うんうん、そういう出会い方したことなかったからねうん、うん、そうです、うん、あれは面白かったですね,うんねはい、うん、あの時ね、あのー、私思ったんですけど、はい、安宏くんは高分練の一時期を経てなんかすごく上手になったというか,か銀の深みが増したなと思ったんですよ ああ、個人的にはそのように感じたことは一度もないです。あそうなんですか。謙虚ですね、安弘いや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 。でもね、揺れとかね、銀の場合独特ですからね、揺れる揺れ方っていうかな、大揺れ、小揺れ、中揺れみたいなのありますけど、すごく上達したなと。最初、安く君は揺れてなかったからね、竹のようにまっすぐ銀じていましたよね。おーおーという感じでしたね。そうっつってね。 でもなんかあれでしょがほ、はい、本当は揺れられたんだけど揺れることが可能だったんだが、うん、ちょっと恥ずかしいから揺れなかったみたいなことをねちょろっと言ったことありますよねあー確かにーいやあのまあ僕のようなこう内気な少年からするとまあそのなんて言いますかこう小揺れとかまあこう細かく揺れていったり流暢に、うん まあ兄のように揺れていくようコロ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 っと転がっていくようなね。っていうのはちょっとなんか実際あの家に帰ったりして一人の時にやってみるんですよするとあなんかぽいのができるなと。でも実際お稽古場に行ってそれを披露するとなると、うん、なんか大先輩がいる前でそれを披露するのがちょっと恥ずかしいというので<ー>まあずっと。 ね、始めた時は「おーおお」って言ってたので「まおおお」とうってね, <laughs> <laughs> ねでもね今はもう、はい、コロ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 回してますからねそうですね、うん、すごいなぁと思いましたねあれはうんあれは高分蓮の成果なんだと私は思っていたけど実際はポテンシャルがあったといういや実はですね揺れ始めたのは前回お話しした小学校の騎馬戦の時にえ 不思議案、刻を打ツのキアン刻。刻を打ツのライスですね。オシ大石館。シカンじゃないですか、ね。ライさん、ね。ライさんね。わ <laughs>、ねまあ、かってましたよ。今はわざとですよ。えー、ああっていうので、でそういう経験を経てあ、ちょっとここで出しとかないとやばいぞと。おうおうなぜならば、えっ、ー、と、まあ、兄も、えー、同じ小学校で3年前に、 歌ってるわけですから、私だけ「おうおう」と歌ったじゃんこれはつまらんばいと私は思いましてここで出しとかないといず出すんだ今でしょということで、はい、まあ出してみたわけですよお稽古場でそれと先生がびっくりしたように「あらやっちゃんが揺れよる」となるわけですよ<笑><笑>な,なるよそれはねびっくりするもんね、うん、まあなんかでも本当は揺れてたんだけどっていうのあったんだけど、うん まあ、なんで、どうして変わったとって言ったら、うん、なんででしょうね、僕もわからないですね、とか言ったのをまあ覚えてますけど。おお、欺いたのね、我々を <laughs> 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 なるほど、作詞ですな。いやまあずっと兄のね、先生方の聞いてますからね。なんかねその、ちょっと話はね、今に飛ぶけど、はい、こう私が揺れを教えてくださいって言われることあるんですよ。はい、ね でも、うん、私はその揺れを教えるってことがなかなか難しい。うーんというのも私はこうできない状態からできる状態にシフトしたっていう経験がないから、うん、そのできない感覚っていうのがわからないんですよね。だからできない感覚がわからないからうん、うん、そのシフトの。 プロセスをうまく説明できないというか。うそれはちょっと、なぁと思いますね。でも、安スくんはね、安、うん。ヤスもそうでね、まあ、できたわけだからね、最初からね。ららいやいや、一番最初は多分できなかったと思います。ああ<ー>。うん。けど、まあなんか聞いてて、とりあえずもう、あれですよお <coughs>。お風呂とかでやってみることです。うん、あ、そうなんですか。はい。うん、で、まあこう、まあ、揺れていって、うん。<coughs> すいません、ね、ちょっとプロテインが喉につくかって。<laughs> で、で、まあ、まあね、その、揺れていって、あ、ちょっと揺れてたぞと思ったら、うん、まあちょっともう一個転がしてみたりとか、うん、もうそうやってね、徐々にできていくもんね。そうね、揺れることができることがもう前提になってる、ね。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっとね、この辺もね、我々ちゃんと考えていかないといけないですよね、うん、その銀を教しているっていう時にはね。はあうん さっきね、プロテインが喉に詰まったって言ってましたけど、最近安室くん、アメリカからね、プロテイン取り寄せて飲んでるよね。そうなんですよ。筋トレね、好きですからね。はい。なぜ僕が筋トレしようと思ったかについては、また別のコーナーで。そうなんですか。筋トレコーナーがあるの。筋トレコーナーを設けようかなと思ってます。本田安室の筋トレ今日もやってみようみたいなね。はい。コーナーができたらしいので、次回はそれがあると思いますよ。うん 私、あの、あれですよ、ヤセロ君がプロテイン作るスタイル好きですよ。<laughs> <laughs> で、筋トレして、うんうん、こう、もう汗が流しながら、はい、こうねパンツ一丁ぐらい、<laughs> こうラフなね、はいな、ラフすぎるかっていうぐらいのスタイルで、うん、あの台所に現れて、<laughs> <laughs> あの、なんですか、ジャーッとこう、混ぜるやつあるじゃないですか、電動のね、手を汚さなくて混ぜることができるあの機械ですよ。それを、あの、ね、ちょ,ちょっとあの腰ぐらいのね、台の高さに、機械と。うん 材料だって置いて、片手でね、あれ、あの、電源入れられるから、片手でこう、うん、混ぜられるからさ、うんうん、ら持ってあの、右手はその機械持って、左手はあのパンツの上の腰にこう当てて、<laughs> <laughs> ね、こう、堂々と山のように立って、プロティン作るみたいな姿私結構好きなんですよ。<laughs> まあまあね、やはり、<laughs> まあ筋トレたらするだけじゃ僕はダメだと思うんですよ。筋トレした後のプロテインまで僕はあの修行だと思ってるんで。うん、あ修行だと思ってる、うん。まあ混ぜる動作もね、<laughs> ねこう、美しく行わなければならない。ね、いや、結構あれはかっこいいなと思ってますけどね。まああれですよ、銭湯上がりにあのコーヒー牛乳を一気飲みするみたいな感じですかね。<laughs> か確かにね、腰に手当ててグビっていくからね。はい。うんうんうん。最近ね、銭湯も行ってないですね。 温泉も行ってないですね。3密避けないといけないからね。こういうね、ちょっと一時間ステイホームですが、皆さん鬱屈しないように適度にセリフケアとかね、していきながら頑張っていきたいなと思います。そのセリフケアの一環としてもね、銀で声を出すっていうのは結構いいと思うんですよね。そうでですよね次回のの動画は銀 紅葉,紅葉ってい言い方はね、あんまり好きじゃないけど、みんな与える影響とか、うん、やすよくんのプ、えー、ロテイン筋トレコーナーですか <laughs> をやっていきたいなと思います。まあ、<laughs> ということでよろしいですかね。<laughs> はい。はい、では、えー、また次回の放送を、えー、楽しみにしていただければなと思います。どうもごちそうありがとうございました。ありがとうございました。